奏家の軽部律子です。今日も私の書いたこのオカリーナ入門のテキストに沿ってレッスンを進めていきましょう。前回レッスン1ではシの音を初めて吹きました。それと同時にブレスとタンギング、この大事なテクニックのことも勉強しました。今日は最初にそのおさらいからやっていきましょう。このテキストでは必ず新しく習った音をそのレッスンの最初にロングトーンとタンギングで練習するように作られています。ロングトーンというのはその名前の通り長く吹き伸ばす音です。姿勢や息遣い、そういったことに目が向きやすくなります。持ち方のおさらい、よろしいでしょうか。ではシの音をロングトーンしてみます。長さは4拍と3拍をタイでつないで合計7拍伸ばすようにします。普通4分の4拍子だと4拍と3拍というふうに数えます。なので7拍伸ばそうと思うとこのようになります。1、2、3、4、1、2、3、切る。よろしいでしょうか。それではオカリーナでやってみましょう。構えていただいていきますよ。1、2、3、はい、1、2、3、4、1、2、3。今度はピアノに合わせて練習してみましょう。今の7拍、頭の中で数えながら吹くことができますか。いきますよ。1、2、3、はい。とても大事な基礎的な吹き方です。音は素材なので最初から最後までコントロールされていなければいけません。すぐに曲を吹きたい気持ちはあるとは思いますけれども、やはり元々の音が乱れていたりすると曲は上手には吹けません。なのでこのロングトーンで音の体力を作る、音を磨く、そういう練習をしていただきたいなと思います。それではもう一つのタンギングですね。タンギングを連続してやってみましょう。全部で7回吹いてもらいます。こんな感じです。ピアノで弾いてみます。1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4つと3つで7回タンギングをしていただきました。それではこれもピアノに合わせてやってみましょう。いきます。1、2、3、はい。ブレス。どうでしたか。ここでタンギングのことで一つポイントなんですが、よくタンギングをすると音まで切れてしまう人がいます。レッスン1の動画で練習しましたけれども、タンギングは歌ととても似ています。歌でトー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 、こう歌うときに息を切る人はいないと思います。息を切るとこんな風になります。トー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 、おかしいですよね。歌うときには必ず息は出っ放し、口でそれを発音して区切る。それがオカリーナになると急に皆さんトトトト、このように息切れをしたような吹き方になってしまいやすいんです。こことても難しいというか、分かると簡単なんですけれども、ぜひレッスン1の動画でもやった歌う、そして声を出さずにタンギングする、それからオカリーナでタンギングするという手順を踏むと、そのあたりが身につきやすいのではないかなと思います。それでは新しい音練習してみたいと思います。レッスン2のラの音です。
音は最初に習ったシの音の隣です。指も隣になっています。皆さんから見るとこうかな。シがこうでしたけれども、ラはこうです。中指を一つ押さえるだけ、この指使いでラの音が出るはずです。それでは一緒に吹いてみましょう。私が最初に吹くので合図をしたら吹いてみてください。いきます。1、2、3、4。どうでしょう、同じような音が出ていますか？それではこれもピアノに合わせてロングトーンとそれからタンギング続けてやってみましょう。ロングトーンもタンギングも2回ずつやってみます。それではロングトーンから吹いてみましょう。1、2、3、ブレス。ロングトーンは遠くに向かって音を吹き伸ばす、最初から最後まで伸びやかで安定した息で吹けるといいですね。タンギングの方は息が切れてしまわずに同じ強さで粒が揃って吹けるといいと思います。ちなみに経験者でもうちょっと吹けるよという方にはこのテキストでは少し難しい課題もご用意しています。先ほどの私のピアノの伴奏に合わせて同じように難しい課題も吹くことができます。それでは今までに習ったシとラのこの2つの音だけで初めての曲を演奏してみたいと思います。曲は上がり目下がり目、日本の昔からあるわらべ歌なんですが、これがシとラだけで吹けるのでぜひ挑戦してみたいと思います。それではいきなり全部は難しいと思うので最初に1段目だけ吹いてみたいと思います。まず楽譜を見るのにも慣れていっていただきたいので、メロディーは知っていると思うんですが楽譜を読んでみましょう。ドレミで読みます。こんな風です。1、2、1、2、シー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 、これだけですね。もう吹ける気がします。やってみましょう。1、2、1、はい。いかがでしたか？きちんとタンギングできていますか？それでは2段目にも挑戦してみましょう。2段目はシとラの音が混ざっています。ちょっと難しそうです。これも最初にドレミで読んでみましょう。1、2、1、シーシーラララ、ラシーララシー。今度はオカリーナで吹いてみます。1、2、1、2。いきなり吹ける人はすごい。普通ちょっとここで最初つまずくことが多いです。そんな生徒さんのためにこんな練習方法をおすすめしています。さっきドレミで読みました。それが慣れてスラスラと歌えるようになったら、今度はオカリーナの指を一緒に動かすんです。歌っているのでまだ吹きません。歌とそれから指をマッチさせる、ここがポイントなんですね。こんな感じです。やってみます。1、2、1、2、シーシーラララ、ラシーララシー。これで吹くとこんな風になります。1、2、1、2。どうでしたでしょうか？それでは最初から最後まで通して上がり目下がり目を吹くのに挑戦してみましょう。最初に私が一度吹くので真似して吹いてみてくださいね。
きます。1、2、1、2。それでは吹いてみましょう。1、2、1、2。いかがでしたでしょうか。それではピアノに合わせて今度やってみますか。全部で2回演奏しますよ。次回はレッスン3、今度はソの音を加えてまた新しい曲が吹けるようになります。どうぞお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。